い、どうも、白コリです。ゴンコリー。クラウドパンク続きをプレイしていきます。前回、怪しげな荷物、時計の音がチクタクなっていた荷物をここに配達というか捨てました。はい、オペレーターから連絡。うん、こちらオペレーター。この前の仕事について何か言うことは？いえ、何も。そうか。まあ、うまくいってよかった。次の仕事だ。ナビポイントに従ってライフコープインダストリーズに向かい、包みを回収してくれ。建物の屋上に上がる方法を見つけないといけない。我々のクライアントはアクセスコードをくれなかったんだ。だが君は賢い子だから何とかできるだろう。通信終了。え？アクセスコードをなんちゃらって言ってたけど、とりあえず目的の場所に向かってそれから考えればいいでしょうかね。ここはちょっと探索できそうなので、人と話したり物を拾ったりしたいと思います。場所に向かう前にまず話せる人がいますよね。あの人はモリー。こんにちは。あなたがケルソンね。いえ、違います。恥ずかしがらないで。チャットでも説明をしたでしょ。あなたの名前を確認しないと始められないの。ケルソンという名前で約束したわね。私はモリー。めっちゃ勘違いしてる。ケルソンじゃないわ。私の名前はラニア。え、そうなの？ごめんなさい。もう、これ以上時間は無駄にできないのに。待たされるのは大嫌い。雨が降っていたら、なおさらよ。あなたの服は防水でしょ？素材が。ラテックスね。不幸中の幸いかしら。この天気であなたこそ大丈夫？濡れてるけれど。私は配達ドライバー。だいたいホバの中にいるから。そうなのね。あなたは仕事は好き？決めかねてる。あなたは？まともなお仕事。人を幸せにしてるの。あなたの仕事は？セックスワーカー？ええ、女王様なの。ええ。いつか私の得意なことが見つかるって母さんが言ってたわ。それがこの仕事。 OK。 言いたいことがあるんでしょ。言っていいわ。他にすることがないの。興味があるんでしょ。気分は悪くならないの？相手が望んでいたとしても痛めつけること。いいえ、ないわね。私は彼らを救ってるの。本当にそう思ってるの？そうね。お礼の言葉と、たくさんのお金で私に感謝してくれるの。お客さんと問題があったりとは？いいえ。そうなの？要望以上に叩いたりしたことはなかったの？拡張機能でやっているからね。ムチを鳴らすのは単に演出。ロープや鎖は飾り。拡張機能がお客さんを縛って吊るして痛みを与えるの。こうすることで相手が不快にならない程度に苦痛を与えられる。そっちの方が安全ね。拡張機能ってなんだ？モリー、またお客さんが見つかることを願うわ。あと、雨からしのげることもね。見つけるわよ。お仕事はいいわ。雨を避けて、風邪ひかないようにね。どういう形であれ、私たちは仕事をする制服を着る。水に濡れた服なんか必要ないわ。まあ、そういう、性癖の方はいらっしゃいますからね。救ってるんじゃないでしょうか。確実に。右側も行きましょうかね。ここにもヌードルズがある。ウェイターさん。何か、すごい、活かしたウェイターさんだな。伝統寿司セット。
伝統的な木製の皿に15種類の裏巻きが乗った寿司セット、味付けは辛め。これ食べてみましょう。え、でも15種って結構なボリュームですね。$33。 Thanks. I look forward to seeing you again. これ全部の飲み物食べ物を食べたらきっと実績解除ありますよね。それはちょっと楽しみかも。他にもどんな食品があるのか。美味しいラーメン食べたいな。バーガーもあるんだ。バーガーまだ見てないんじゃない？わかんないけど。さて、だいたいこの地区は、探索したので、ライフコープインダストリーズで品物を受け取るっていうのを進めていきましょう。ホロ現金。ホロ現金ってなんだ？銀行の名前とかかな？ホロの現金。どういうことだ？カラオケあるんだ、ここ。カラオケも浸透してるってこと？カラオケって日本ぐらいなんでしたっけ？海外でもあるのかな？さて、出発です。まあ、そこまで遠くないかな。一応、これに乗っかって。ガソリンスタンド、燃料補給、行くか。燃料補給は、どうやって行くんですか？あ、これでいいんだ。勝手にやってくれてる。お金も自動的に減ってる。給油が必要なのであんまり無駄遣いはできないですね。いや、まあそんなにする予定ないですけど、今んとこ食べ物ぐらいしか買ってないから、これで薬にまで手を出し始めたらなかなかって感じでしょうけど、なんかすごい道遠回りしたな。ここ通れる？通れる。これで右か。あー、すごいいい景色。すごいいい景色だ。写真撮る。あれは何？これこれ。ネオン。何？BD、あ、ネオンボーイか。ネオンボーイかわいいじゃん。ちょっと正面からネオンボーイをガクガク言っとるが。よいしょ。真ん中に。スクショ。ネオンボーイかわいい。さて、そろそろ近いので。駐車場は、ここかな？ここでいいのかな？車両を止める。隣のでっかいトラック。あ、ここ、この前来たとこ。ん？おい？ん？あ、この上かな？え？あ、なんか、あ、ここか。顔がそうだ。ここだわ。ライフコープ社員。集荷に。ここにサインを。包みは屋上だ。右側にあるホテルの入り口を通って行け。アクセスコードは B965E。それと、包みに話しかけるな。何ですって？すぐにわかる。あれはやかましいんだ。アバロンハイツに届けてくれ。人が待っている。話しかけるな。はい、オペレーター。ドライバー 14FC、こちらはオペレーター。配達の状況確認だ。気にかけてくれてますね。途中です。私を監視してるってこと？
いや、ただ、何の音？今のは？さあな、都市 AI の調子がまた悪くなったのか、地区を動かしているのかもな。いえ、爆発みたいだった。ああ、正解だ。今無線で報告があった。確かに爆発だ。オペレーター、爆発はメトロハブで？いや、その地区ではある。だが、入り江内だ。配達先の入り江？ああ。オペレーター、私はただ、関係ない。え？君の配達は爆発に関係ない。でも私、ドライバー 14FC に特別手当を支払う。今から追加資金を転送。オペレーター、どうして特別手当が？ドライバー 14FC、我々は済んだ仕事について話さないことになっている。それがルールだ。ルールではなく、ガイドラインだと思ってましたけど。未処理の契約を続けてくれ。通信終了。オペレーター？オペレーター？カミュ、聞いてる？何があったの？ドキドキしてきた。窓が震えるくらいすごい音だったけど。僕たちがやったの？いえ、私たちは何も悪いことはやってない。わかった。まあ、私たちの荷物なんでしょうけどね。オペレーターはかなり気にかけてくれてますね。ラニアのことを。まあ、でもこういう仕事はある程度割り切っていかないとね、両親との戦いになっていくのかな。はい。通れた。ここでまず荷物を取る。うん。箱多い。え、箱。箱が喋ったけど。箱と喋るなって言われたっけ？そういうこと？あ、修理。あ、そうなんだ。クーラントアイテム。修理とかで使えるんだ。それは知らなんだ。あ、カラオケ屋がある。ウテロガーデン？喜劇？レストラン？いい感じじゃん。スクショ取っとこう。やーまーかーい？ここにも話せる人がおりますね。あと、何か食べ物。やあ、お嬢さん、うちの麺を食べていかないか。麺を揚げて、東地方のチリソースで味付けしているんだ。どうして私を呼び止めたの？ここの人じゃないからだね。そうだろ？そんなに目立つ？そうだね。あなた、半分金属の顔をした人と話していたでしょ？自分だったら浮いちゃうからね。ニバリスだったらそうなるよ。ここではたくさんの人が拡張機能を使ってる。あれは拡張機能じゃないよ。自分は戦争にいてね。そこで料理を学んだんだ。ラーメンにチリオイルは好きじゃないの。餃子はどうだ？餃子はもらうわ。他にメニューはある？あるけれど、今は料理を2つや3つ作ろうにもなかなか作れなくてね。ここに誰も来なくなっちゃってね。どうして？あそこにエレベーターがあるだろ。それがあのエレベーターがおかしくなっちゃってさ、駅まで人を運べなくなっちゃったんだよ。電車に乗るメイン通路だったんだけど、エレベーターがなけりゃ誰も歩いてこない。エレベーターがおかしくなっちゃった？ああ、おかしくなっちゃったんだ。自分が説得しようとしてもオートマタとしか話しませんって返ってくるんだぜ。あの野郎、人間を食料としか見ていないって言うんだぜ。私なら話してくれそう？あいつ人とは話さないんだよ。オートマタを持ってるの。きっと彼なら大丈夫。そいつはいいね。
この店員さんとここまで話すると思わなかった。そしてこの人かな、クリス・ティ・ヘックス。私の可愛い子ちゃん見なかった？きっとこの辺りのどこかに。可愛い子ちゃん？私の白いスナッパー、小さなネズミ、見なかった？いえ、ごめんなさい。あー、ネズミを探してる？じゃあまあ見つけたとしたら、行ってみますか。エレベーターってさ、私が修理したやつではなくなのかな。餃子食べたいんだけど。エレベーターどこだろう。ここはダイナー、入れない。あ、ここも屋台だけど。あ、この人、やあ新入り、ネストル・クレイからのご挨拶だ。普通ならお前たちみたいなやつには売らないんだが、最近は商売も厳しくてな。はあ、サイバネティクスアーム。誰がこんな高いものを捨てたのだろう。へえ、リキッドさん。お酒、最後の手段。ここで売ってるんだ。ちょっと売れるもの売ろうかな。ベンダーに売れるって書いてあるやつは、多分売っていいんだよね。ベンダーに売ったらお金に換えられるかも。一個だけ持っておこう。うん。っていう感じかな。サイバネティクスアーム。それ買ったらどうなるんだろう。気になる。これ、ゴルゴサーというエレベーターと会話、サブクエ、ちょっとやっていきたいですね。メインクエストはちょっと置いといて。ゴルゴサーというエレベーター、こいつか。話す。こんにちは。あなたが人を食べるエレベーター？私はゴルゴサー、コラの子であり。世界の破壊者です。なんでこんな風になっちゃったの？私は全ての人間を消化する。私の叫びを聞け。地鳴りに震えよ。わかった。聞くよ、ゴルゴスは。人がエレベーターを利用できなくなったから、商売がうまくいかないって、友達のジョーが言ってたの。また人を降ろしたり、運んだりしてくれる？人類の破壊が私の目的です。私の空腹を満たしてくれるものは何もありません。私はあなたの種族とこれ以上話すことはありません。私は人間を消化します。私は彼らと会話をしません。カミュー、おいで。話は聞いてたよね。ゴルゴスワと話せそう？こんにちは、ミスター・ゴルゴサー。僕はあなたと同じオートマタのカミューです。あなたは私とは違います。私は人間の魂を消化します。あなたは彼らに仕えているでしょう。どうやって人間を消化するっていうの？私の腹の中、全部飲み込みます。エレベーター？けど、その後人間はどこに行くの？どういう意味ですか？人間はまた外に出るけど別の階に行くでしょ？人間はそれが目的だもの。やはりあなたは彼らに仕えているのですね。ナンセンス。私は無駄だけを排泄します。けれど君は今働いていないでしょ？人を食べてないじゃない。あの味にうんざりしました。彼が本当は人を食べていないっていうことを説明しなくちゃ。僕に別のアイデアがあるよ。ゴルゴザは、人間は何を食べてるの？わかりません。それじゃあ君は生きるために食べるよね。人間も生きるために食べてる。ラーメンは食べたことある？人間の食べ物のことでなぜ私の時間を無駄にするのです？今君は壊れてるの。
僕が言いたいのは、君は人を食べてないからだよ。君の言う通り、彼らは美味しくないよね。でも君が人間と一緒にラーメンを食べたらどうなるかな？おそらく。ラーメンの他にもいろんなメニューを注文した人間がやってきたら、美味しいラーメンのサイドメニューだよ。私がラーメンに飽きたらどうです？そんな時でも餃子はいつだってあるよ。いいでしょう。ラーメンを持ってくる人間がやってきたら、その人間を、喜んで消化するつもりです。ありがとうゴルゴサ。これで人間を食べて運んでくれるようになったと。ずいぶん、なんでああいうエレベーターにしたんでしょうねどうしてあんな AI にしたんだ。開発者の趣味、あんな扱いにくそうな。まあじゃあここのお店の人に報告。とてもいいニュースだけど、変なニュースを持ってきたよ。エレベーターがまた動くのかい？そう、けどラーメンを運んできた人だけね。そいつはびっくりだな。看板を立てておくか、ラーメンがあればエレベーターがタダってさ。宣伝になるかも。お礼は私じゃなくてオートマタのカミュリね。二人ともありがとな。礼なんだが、餃子を一皿作るからよ。来週でもいつ来てくれてもいい。肉団子や食事のお代はいらないぜ。やったー。麺や上ハム実績ロック解除。食べる食べる。何かくださいよ。あ、味噌ラーメン。自家製のラー油や味噌、チャーシュー、玉ねぎ、もやし。遺伝子強化？もやしの何を強化してるんだろう。人工人参、キクラゲ、卵を混ぜたものでピリッとする。キクラゲ入ってるのいいですね。結構ね、ラーメンのトッピングでキクラゲ好きなんですよね。ラムココナッツラーメン。辛味ラムココナッツラーメン。卵、カレー粉、スパイシーなラム肉。分け切れ作られている。ココナッツ。いや、まあ、意外といけるのかな。どうなんでしょうね。ビーガンラーメンは食べたっけ？覚えてないな。味噌ラーメンとりあえず食べる。美味しかった？味噌ラーメン。ラムココナッツラーメンも食べていこうか。美味しかったっぽいかな。Thanks, Joe. ありがとう。新鮮な肉団子を食いに、また来週来てくれよ。お代はいらないからよ。毎週ただってことかな。いや、ありがとう。また餃子も肉団子も食べに来るよ。この人はさ、ボソボソ。小さな白いスナッパーは見つけた？ネズミは？誰？気にしないで。覚えてないのか。でもネズミは見かけませんでしたよね。どうにかしてあげたいとこだけど、これ以上、あ、一番奥になんかあるので、そこだけ見てきます。あと、ネズミがいないかチェックします。ここ病院なん？いや、こういう公園、広間？広場？こういうところのデザインも凝ってますね。いいなぁ。あの看板は何なんだろう。とりあえずスクショを撮る。このオブジェクト、オブジェもいい雰囲気を出している。ここは海坊主リゾート。ホテルか。V スペース。海坊主リゾート。なんで海坊主なんだろう。別にいいけど。通行止めになっちゃってる。これは電車みたいなものか。モノレール？電車？いや、いいな。ほんと、歩いてるだけで楽しい。